Hey guys! スパナットです。今日はですね、皆さんがあまり知らないであろう、このヒカキン様の、このチャンネルがありまして、今日なんか適当に動画見てたら、幼稚園生の時に好きだった動画、親のチャンネルの再生リストから、この光る開発っていうチャンネルの、お気に入りがありまして、あ、懐かしいなって思って見てたんですけど、意外となんかヒカキンのチャンネルの 2.18 万人ん違うな。2万1800人しか、登録されていない、このヒカキンの、チャンネルなんですけど、This is my second channel ってことで、2番目のチャンネルってことになります。だから、言うと、ヒカキンが昔ビートボックスを、投稿していたヒカキン、ピンク色の背景のやつですね。それに続いて、ヒカキン TV ではなく、その2番目、まあ僕で言うサブアカ的なものが、この光開発というものなんですね。で、ここに注目動画で2つがあるんですけど、もう、全然登録者の差が歴然としてますよね。今のところ、このアイコンも昔のままですし、今、ヒカキンという名前がついている中で、一番少ないのは多分ブログの方ですね。青色の背景のやつ。最後はなんだっけな、何あげて、うちで過ごそうだ。そう、その動画投稿時でもう1年ぐらい経つかな。そこからもう投稿されてないんですけど、これがヒカキンさんの、まあ、サブチャンネルということでね。もう10年前から投稿が止まっているわけなんですけど、僕が好きで見てて、再生リストに保存しちゃったのが、いけな。これだ。一番目だったわ。これですね。この動画見て、僕はピアノが好きになったんですけど、もう、ちょっとやめちゃったんですけどね、小6で。そうですね。ヒカキンのビートボックスに、この人のピアノを演奏してるものをカバーするみたいな。ドラゴンボールピアノ×ビートボックス With my brother とか俺の兄弟の仲間みたいな、そういう感じなんですけど、まあ珍しいですよね。もうなかなかないっすしね。おヒカキンが、これは私の本当の兄弟ですってことだよね。まあ、このコメントから見るに、これが正規だということがわかります。正規は一応作曲家としても活動してるんですよね。ちゃんと作曲している、シーンとかもちゃんと録画されて、YouTube 上に投稿されたりとかしてるんですけれども。もういろいろありますね。変身が。このチャンネルの復活頼むでね。本当にこの二人からは心から音楽を楽しんでいる。もうごもっともですよ。本当に素晴らしいですよね。5つもチャンネルがあったとは。登録者2万人弱のヒカキンさんのチャンネルは貴重だよね。まあ、知名度がそんなにないということでね、こんなチャンネルもあったのかよって。なかなかマイナーなチャンネルであることが伺えますね。もう10年前から更新が止まってる。もう僕は2歳の時から投稿が止まってるわけなんですね。楽しそうですね、やっぱり。なんかのライブかな、これ。多分、なんかのライブの一部を撮影したものかな。こういう場所大好きかもしれないですね。今もこういうことするとね、マスコミに取り上げられちゃうんで、こういうこともできないんですけどね。いやすごいですね。もう今知ったけど YouTube 翻訳できるようになったんだ。初めて知ったわ。アップしてくださいってね。もう何も再生リストも何もないし、チャンネルはこの2個だけですね。ゲームとかもないですしね。ないですね。謎ですとかね、そういうものぐらいしかないですしね。はいです、ヒカキンブログは。はい、ああ、あったと。うちです、そう。まあ、珍しいっすね。まあ、ぜひ、
なんかの機会があれば登録してみるのもいいかもしれませんね。僕が言う意味ではありませんけれども、やっぱり1000万人いたので、やっぱりなんだろうな、いい機会でもあるし、それでね、いっそヒカキンさんのまあこのね後押しになるかもしれないんでね、今後も伸びていってほしいですね。まあ大先輩であるので。開設されたかな、2011年2月1日と、まだ震災の起きる前ですね。うん、1ヶ月と10日後が、そうですね。10年前ってそんな前なんだ。これはヒカキン TV が一番最初に公開された時と、あれ、同じ構図ですね。ブンってね、ヒカキン TV って。こちらは僕のセカンドチャンネルにしていこうと思います。ビートボックスのちゃんとした作品っていうのは今まで通りヒカキンのチャンネルにアップしていこうと思ってるんですけど、こっちのセカンドチャンネルではビートボックスを含め、ビートボックス以外にも僕が面白いと思ったことだったり、もう何でもアップロードしていくような、そんなチャンネルにしていこうと思ってます。よろしければぜひこちらもチャンネル登録してください。テオミのプリーズサブスクライブ。まあ見るにわかる通り、この時のヒカキンって、だいたい8割ぐらいが英語圏からの人のアクセスで、だいたい英語で喋ってることが多かったんですけど、これは珍しく日本語ですね。先ほどこのチャンネルの概要で説明してたんですけど、まあ、バンバンなんかいろいろ上げていくみたいなこと言ってたんですけどね、おっしゃってたんですけど、まあ、その仕事はこのヒカキン TV に託されたということで。なんか、無力が深いですね。で、10年前とかだから、もしかしたら、この機種変更した時とかに、パスワード忘れてしまって、もう二度とログインできないような、そういうようなアカウントになってしまったのかもしれませんけどね。これはあくまで僕の憶測ですけれども、もう面白いですからね。ちょっと、チャンネル、つうか、動画は少ないですけども、やっぱり見てみるのも一つの楽しみかなと思うのでね。じゃあここで動画を終わろうと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。